い、ダイスチャンネルダイスです。今回はスーパーマリオデッセイやっていきましょう。ということでキャッピーも戻ってきたのでここから進めていこうと思います。ダイス、すごっ、蝶々とかいるけど、これ何、あ、やばい、捕まってる。え、いた。え、潜る、なに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 、とりあえず逃げよう。これまたキャピー、あ、飛んでった。え、またお壊れた。これこっちにやってもらってここで待ってたらいけるんだね。すごー、もう一回もう一回。え、やばいやばいやばい、危ない。進み方もいろいろあって面白いです。あ、なんかないのかな。あった、やった、岩山を進む道中で1個目。早くパワームーンを集めてオデッセイ号を修理しないと。これ何、あれ、ヒップドロップだよね。壁ジャンプ、ちょっとなんかマリオメーカーでやってた感じになってる。ほい、え、ショップだ、すごいキノコになってる。ここは岩山の頂、なんかいる、誰、おいらは高いところから滑空するためにここに来た。血が騒ぐな、クーって、飛ぶぞ飛ぶぞ言ってるけど、これなんか彼もいろいろやるのかな。いらっしゃいませ、あった、買う、書く、書く島置いてありますよね。ロストでお買い物、これで2個目。いらっしゃいませ、なんかかっこいいのある、顔、服装を着替える。いろんな服があったりするんで、ところどころで変えていけたら嬉しいです。できた、はは、頭だけ違うぞ。これクローゼットで変えられるんだよね。セットになりました、やった。ちょっと若いな、学校が。マリオが若くなった。で、これで残りのパワームーンを探しに行こうと思います。ん、ここなんか言ってる。隊長どこ行ったのかな。え、キノピオ隊長、はい、プロペラ柱の中心で、これプロペラの形してるってことですね。上から来たら気づかなかった。もう一回ちょっとこっち行ってみようかな。奥の方になんか行けそうな感じがする。旗ありましたね。とここにも紫コイン、じゃん、なんか横に土管がある、来たー、はい、え、ここ 3D と 2D になってる。で、戻ってきたらジャンプだね。すごい、壁から出るっていうのもこうやって再現されてるんだ、面白い。チョロボン避けて壁の中、よいしょ、手前の星も、そこから行けば取れそう。半分集まったからあと5個必要だね。こっち行ってみようかな。怪しい、これ、あ、キャプチャーできた、伸びる、おお、すごい、花ちゃんじゃないけど届いた、かけらも発見しました。なんか顔が面白い。よいしょ、これ見ながら行かなきゃいけないよね。横に
けらがある。どうしよう、こっち。よいしょ。でもか戻る。ギリギリ、どこ行けるかな。行けた。痛い。え、三角に伸びてる。あっち行ったらいいかな。ほい、すごっ、あったみたい。これで一個発見。また戻るの結構至難の技だと思う。よいしょ。え、一個飛ばせでいける。はい、取った。やった、集めて密林のムーンチップ。この後どうするのかな。ん、やっぱなんか奥このまま行くっぽい。いけたいけた。よいしょ。え、ここなんだ、怪しい。ん、ここさっき取ったとこから上行けないかなって思ってきたんですけど、行けそう。発見。ていた宝、残り1個。なんかこれ怪しい。なんかしてくれないのかな。飛ぶぞ飛ぶぞって言ってるけど飛んでない。残り1個、どっかないかな。ん、あ、上にある。え、でもどうやって取るんだろう。これ、そうじゃない。あれ、いなくなっちゃった。ん？また出てきてくれる？あ、いた。もうちょい。もうちょい。来たー。なんか他にもいろんなところでも見つけてたけど、蝶々の宝。これで10個揃いました。そしたらもう大丈夫かな。必要なパワームーンが揃ったよ。よかった。これでオデッセイ号が直せるはず。ここにもあったりするんだよね。他にもいろんなところにもありますね。はい、とりあえずオデッセイ号直せそうなので船向かいます。やっと飛び立てる。やったー。パワームーンって他にも数ありそうなんだけど、どれぐらい隠れてるんだろう。すごい気になる。これでどうやって直すの。あと10個、これでいいのかな。できた。すごいボロボロになってたけど、綺麗に治るかな。え、色が色が赤じゃないけど治りました。オデッセイ号が治った。よかった。これで飛び立てますね。どうなるかとかと思った。なんか色がちょっと今までと違う、夕日っぽいのかな。すごいなんか傷がついた感じになってしまってる。オデッセイ号を直せるだけのパワームーンが見つかってよかったよ。これだけ読んでいこうかな。転がる、長い道を長く進みたいときにはしゃがみながらバイボタンで転がることができるよ。だってそうだ、都市の国を調べるところだったんだ。ビルが立ち並んでいる大都会だよ。パワームーンで発展してる。本来の目的地ここだったんだよね。都市の国、待って、あの結婚式みたいになってるけど。雨だよ。
ビルの上の邪魔者。うわ、なんかすごいのいる。赤いスーツの綺麗なお姉さんが気になっちゃった。やっとたどり着いたけど大変なことになってるね。見てよ、いるね。クッパの船だ、早く行かないと。はい、ということで次回は都市の国行ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you!